坂部駅は愛知県知多郡阿久井町宇坂にある名古屋鉄道交和線の駅。駅番号は KC07。かつては急行停車駅であったが、阿久井町の新たな中心駅として阿久井駅が開業すると普通停車駅に降格した。その後も一部急行が停車していたが2011年3月26日の改正で特別停車も消滅した。 六両編成対応の相対式二面二線ホームを有する地上駅。駅舎もあり一部時間帯に駅員が配備されていたが、駅集中管理システムの導入により、無人駅となった。これにより、旧駅舎は解体され、改札機設置用の駅舎が上下線に建てられ、互いのホームを結ぶ構内踏切が廃止された。ホームへはスロープが整備されている。 アグイ駅が開業する前はこの駅が、町内唯一の急行停車駅であり、利用客もそれなりにいたが開業後は大きく、減少している。令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月24日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年。1012ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、1054ページ。寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス。 2019年3月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ、 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ、令和元年版地下半島の統計、ありがとうございます。